限界を常に超えていくっていう気持ちで常に練習には臨んでます。見に来てくれる人に何かこう伝えられるような試合、勇気とか感動っていうのをちょっとでも伝えられたらいいなと思って一生懸命練習してます。試合は楽しいんで、練習を乗り越える自分に勝つのがやっぱきついです。一番4時間ぐらいですね、順番ぐらいで。まあそれに加えてロードワークと、ロードワークはい、フィジカルとっていうところが加わってくるんで、とにかく体を回復させるっていうのを練習をするためにですね、全然意識は置いてるんですとして勝って最高のスマイルを。勇気を出して挑戦した時、人は成長します。僕はそう信じてこの一戦に臨みます。僕の試合楽しみにしててください。3度目の正直で、次こそホップ、ステップ、ジャンプをするために日々自分に勝つ。そうだ、そうあるべきだ。感動は、結果は、走った分だけ、やった分だけ、やるよし。